はい、おはようございます。カッパパです。ここはですね、水垣山荘の前ですね。ちょうど山荘の前が、このような登山口になってますんで、ここから登ってきます。ということで今日は水垣山に登ってきたいと思います。ここに一応登山届けって書いてありますけど、スマホのアプリでねできるんで、それで済ましちゃいました。でこっからね、まあ登っていくわけなんですけど、富士見平小屋まで、まず歩いていきたいと思います。でね、先週の土曜日、白駒池のほとりでキャンプやったんですけど、そこでね、高見石に向かう途中でね、白駒荘のベンチに思いっきり左の膝をぶつけてね、次の日動けなくなっちゃったんですよ。まあなんとかね、駐車場が近かったんで帰れましたけど、ちょっと違和感とか、あ、だこれはちょっと難しいなと感じたら、今日はすぐ山を降りようと思います。林道出たね。だんだんね、明るくなってきました。なんかあそこまで行くと景色良さそうな感じするね。何が見えるんだか。すげえ。なんかね、牛魔王が住んでる山みたい。おお、すごいね。おお、お、水場の表示、綺麗なね、黄色い花が咲いてますね、これ。あれは何だろう、そうだね、これは新種のなんとか、そうかもしれない。はい、ここは富士見平小屋ですね。ちょうどね、出発してから1時間かかっちゃった。あ、天場はこんな感じなんだ。広いね、思ったより。はい、富士見平小屋です。こっちはトイレかな。雰囲気のある小屋だよ。本座山小屋って感じ。はい、この分岐をね入りまして、水垣山方面に向かいます。こっからは1時間半か2時間ぐらいかな。2人でさ、 GoPro 取り合ってんのって、なんか合わせ鏡みたいだ ね。これさ、富士見平小屋ビールってあるじゃん、山小屋初の地ビールしてさ、これ有名なんだってね。なんか帰り、買って帰ろう、こっからね、コースタイム2時間だって。そっけ、まあ、また、どうせ撮影したりくだらないこと言いながら登るんで、まあ2時間半で登ればいいかなと、まあまだね、6時12、3分だし。どうしてもね、こういうの気になるんだよね。いいね、こう
ちゃんとね努力してるよねこういう小屋は。大したもんだよ。ドライフルーツパンが美味しい。一旦川に降りるみたいだね。ねえ、お、ちらっと見えるポイントが、おっと怖いなここ。おっとおっと、わあ、これはいいね。下怖いけどね。あそこが水垣山頂でしょう。人の姿は確認できないけど、絶対妖怪が住んでる系の山だよねこれ。牛魔王だろ、うん、金閣とかさ、あの辺の、うん、さてこうですか。はい、こっからね、高架点になってましてね、この谷を一気に下って、下るでしょ？下って、まあ、あそこに見えてる水垣山に今度は逆にこうだよね。いやー、ね、金峰山じゃこれがなかったんでね、楽だったんだけど、まあ行ってみましょうか。いやー、沢までね、下ってきました。なんだか貯金全部使っちゃったような感じで、はい、ご苦労さんでした。はい、ここ渡んだね。はい、あ、ここでねちょっとした休憩所がある。はい、おー、いいですね。大好きな言葉、ベンチ。なんか合戦尾根のベンチみたいだね。うん、これがねかの有名な桃太郎岩だっけ。なんかそんな名前でしたね。いやでかいねこれ。これ GoPro だからね、画角的に全部入るんだけど写真じゃ収まんないね。さあ、いい感じの階段もありますね。うわ、でけえ岩。どれぐらいあるんだろうねこれ。ちょうど建売り住宅ぐらいあるね。はい、岩場です。あら、楽しそうだね。楽だよ。あ、朝日が当たってきた。うん、青空じゃないか。すんげえ青空だな、うん、いいんだけどな、すんげえ暑くなりそう。さあ、鎖ねなくてもいけるっちゃいけんだけど、そう、岩がねこれ濡れてんだよね。まあ多分いつも濡れてる臭いんだけど、いやー怖えなこれ。これゴロって転がってきたらね、あのインディージョーズの世界だよこれ。はい、うわ
これ。これ多分マップ上の大ヤスリ岩。わ、迫力あるな。開けてきた、もう希望が見えてきたって感じ。あの岩の塊あるでしょ、あれ、あれがね山頂だと思うんだよね、地図だと。はい、この頂上のまあ塊っていうんですかね、一個岩、これをこう北側から巻くような感じなんですよね。あ、書いてあるわ、水垣山頂10分。早いっすね。失礼ですけど、クバパパって言うんですか？カブパパ、カブパパ。頂上まで鎖2つのはしご1つらしいんで行っちゃっていいですか？はい。あ、こっちから行けるんだ。巻いていけるんだ。鎖1個パスね。まあ巻くんで。いやでも怖いな、ここ。あ、ここに鎖あるわ。ここに鎖ある。オッケー。はい、すいません。じゃあ、よいしょ。はい、すいません。おお。あ、そうです。カブパパです。見てます。ね、あ、そう、見てます。はい、3、2、1、グー。おう、かわいいはしごだね。よっ、こらっしょって感じ。もうすぐだよ。怖い怖い。よいしょ。うわぁ、ここかい。すごい。うわぁ、ガスっちゃってる。うわ、ありがとうございました。はい、
山頂三密、山頂が三密なんで降ります。下りはねカメラ危ないんで閉まってきます。戻ってきました。今日はですね、まあ、水垣山ということなんですが、カウパパ登山の今年のテーマで、まあ、奥秩父奥多摩の山をねやろうということで、まあ、随分こっち方面来てるんですけど、いやすごくねいい山だった。あの山頂からの景観もそうなんだけど、まあなんというかね、あの一方的な急登もなんか有無を言わせぬ力強さを感じるしね、まあある意味男らしい山に登ったなと思います。まあ、いい登山ができました。はい、そういうことで水垣山無事降りてきました。はい、今日もね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カウパパでした。